小西が断言、どこよりも分かりやすいアメリカ中間選挙大予測。あれ投票は今夜、日本時間の今夜からですね、そうですね、まあ、向こうの火曜日の朝、まあ、8時ぐらいからということでしょうけどね、はい、ちょっと分かりやすく中間選挙をね、もうあれですよ、はい、まあ、あのライバルは池上彰さんですから誰の小西さんのライバルもうできるだけ分かりやすく、まずそこからですかというところからいきたいと思います、ね、いい質問ですね。あの何でも聞いてください。決め台詞ですか。トドのつまりはもう終わりましたね。まあいいけど、とにかく、中間選挙というのは大統領選の間にあるから中間選挙ですね、はい、大統領選は4年に1回と、うん、ですからまあ2年に1回必ず中間選挙はあると。じゃあなんであると思います。んそんなにだから大統領4年に1回ぐらいでいいじゃないのと、2年に1回って大変じゃないですか、うん、下院議員なんてだから2年に1回選挙するんですよ。全部ですよね。全部ですよ下院は、うん、全部ですよ435全部、うん、これつまりね、日本みたい、日本とかイギリスは解散があるじゃないですか、うん、衆議院がね。で解散するということはつまり、もうニッチもサッチも議会が行かなくなって、野党も与党もこれ反対しててデッドロックになった時に、選挙というのは一番いいやり方なわけですよ、うん、じゃあもう有権者に聞いてみようぜっていうのが、これすごくいいシステムなんですね。だからいつ解散があるか分かんないわけだけど、アメリカ大統領制だから解散はないわけですよ、うん、でだからどうするかというと、大統領選って4年に1回しかないから、はい、これ4年って結構長いんですよ、ね、うん、だから今もうオバマさんが本当死にたいになってると言われてるけど、そんな時に選挙も何もなかったら、うん、やっぱみんな不平不満大変なんですよ。それをやっぱり民意を的確に反映するために、そのインターバルとして選挙を設けてたら、ガス抜きか、ガス抜きですね。あ、それ一つありますね。だから頻繁にやりすぎても民主制というのは不安定なんだけど、逆に長すぎても不安が溜まってガスが溜まるんです、ね、これが難しいところ。だからイギリスのこのね、解散するっていうのはね、非常に柔軟にできたいいシステムなんですね。まあそのまま打って、だからもうアメリカの場合中間選挙があると。でこの中間選挙というのは大体大統領選の2年後にありますから、うん、大統領を出した党は非常に主勢に立つんですよ ね、うん、すね。なぜかというと2年経つと大統領のやったことが全部メディアで言われるから、うん、それに対していいことやったら OK なんだけど、うん、なんかやっぱり敵を作るような政策やったら、その2年後にやっぱりね、審判下っちゃうんだよね、選挙で結果が出てしまう、うん、でそれが今のね、オバマさ ん、 ん、ね、結局中間選挙というのは通信簿、通信簿です。でオバマさんって今これ6年目に入りますよね、うん、2008年に当選した、まあ、歴史的な黒人初のアメリカでは、はい、大統領で、そのオバマさんがやったことっていうのは最初の1年です、うん、つまり2009年の1月に就任して、その次の年じゃないですよ、次の月に、うん、なんと大型景気浮揚策を作ったのをまとめて1ヶ月ですよ、うん、この日本なんかちったらしてもなかなかできないのに、1ヶ月でアメリカをですね、景気浮揚策をまとめて、うん、それからその次の年には、例の医療改革保険法案を、オバマケアを通して、その次のまた春にはこれまた大きな金融改革法案を通して、でこの3本というのはおそらくこの何十年の中でも非常に画期的な法律なんですね、うん、それで敵をたくさん作っちゃったわけで、だから2年後、つまり2010年の選挙はボロ負けで下院が全部共和党に行っちゃったわけですよ、うん、でその結果今ずっとどうなってるかというと、ホワイトハウスは民主党、上院も民主党でかろうじて55議席ある、うん、だから下院は全部これはもう共和党の過半数と言ってるわけで、だから青青赤なんですね。でアメリカというのはこの3つのブランチというか3つの部門でもって政治が動いていると言っても過言ではないです、まあ、ちょっとだから裁判所はまあ別に置いておいてね、で日本のように議会とそれから官邸じゃなくて、アメリカはホワイトハウスと上院下院なんですね、3つだけども、やはりね、国内の法案で力を持っているのは議会なんですよ。ということは大統領が、うん、うんと言って、うん、外交でうんと言っても、うん、議会がうんと言わなきゃ法案通らない。もちろん通らない。そういうことなんだね。で議会が法案を作っても、うん、大統領が最後に署名しなくても法案通らない、うん、だから両方同じぐらい力持ってる。だけども伝統的に
キャピタルヒルという言葉があるんですけど、うん、議会というのは丘の上にあるんです、うん、でこれアングロサクソン系はみんな そういうのあるんですけど、カナダもこのヒルっていうんですよね、はい、つまり何かというと上からホワイトハウスを見下ろすんですよ。だから偉いんですよ、うん、だからあの常に民意をいつも反映してるのは、うん、だって2年に1回ポンポコポンポコ選挙するわけだから、はい、議会だよというのがあって、でそこをおそらくねこの明日、まあ、この今回の中間選挙では野党共和党が両下両院を支配する確率は 70% 以上高いねと言われてます。上院の方も共和党が過半数取っちゃう、うん、上下両院共和党が取っちゃう、下院はもちろん今取ってますけど、うん、これまた維持します、うん、で上院 もおそらく、確率として8割以上の確率で取ると。で大体ご存知のようにアメリカの50州は赤い州、つまり共和党の州と青い州、民主党の州とで大体分かれてるんだけど、分かれてない激戦州で大体ほとんど決まるんですね、うん、で今回上院をどこが取るかが今だから目玉なんですけど、8つの州が最終激戦区と言われてるんですが、はい、ちょっと今時間がもうなくなってきちゃいましたね、うん、2つだけ注目の州見といてくださいぜひね。ジョージアとルイジアナ、ジョージアとルイジアナ、うん、で特にジョージアというのはこれ両方とも新人対決なんですね、うん、それであのミシェル・ナンという人、これはナンというあの、もう上院の軍事委員会のもう大長老がいたそのお嬢さんなんですけど、うん、それが今苦戦してるんですね、うん、でもう一人の、人はですねパーデューさんというのはこれは共和党なんですけど、ビジネスマンですね、うん、だビジネスマン対ハーバード室の あの出身の NGO のまあなんていうのかな、あ今時のお嬢さんですよね、うん、これが一騎打ちでなってるんだけど、両方ともお嬢さんなの？いやいや、パーデューの方はおっちゃんですね、おっちゃん、もうリーボックの元 CEO ですね、はあ、あのシューズのね、でこれもねこのジョージアとルイジアナは実は、どっちも、過半数取れなかったら、うん、12月とか1月にねもう一回選挙やんなきゃいけないんですよ、だからギリギリのところ下手したら明日結果が出ないかも分かんない、うん、一票差で争ってたら、でも私はまあ8割以上の確率で共和党が上院取っちゃうというふうには思いますけどね、うんうん、はい、小西克也さんのデイキャッチャーズボイスアメリカ中間選挙に